ベトナム語単文ペラペラ特訓初級者のための文法解説動画第3回。皆さんこんにちは。ベトナム語独学サポーターのトニー・ランディです。この番組を収録するのも久々ですね。第3回目です。今回、テキストとして利用しているのは、私がだいぶ前に、YouTube の方にアップしている003ベトナム語単文ペラペラ特訓です。発音練習、ヒアリング練習、シャドーイング練習をされたい方はこちらの番組にアクセスをしてみてください。で、本番組では、主に文法の解説を中心に行っていこうと思います。一応ターゲットは、入門者、基礎レベルの方をターゲットとしていく予定です。それでは始めていきましょう。最初の例文です。もう準備できましたか？ね、よく使えそうな例文ですよね。もう用意できましたか？でもいいですけどね。この文章ベトナム語で言えますか？ベトナム語ではこうなります。バンダーサンサンチュですね。ですね、ここでは、ポイントが2つですね。まず準備する、用意するっていう動詞ですね。サンサンですね。これを覚えてほしいですね。準備する、用意するですね。あるいは準備ができている、用意ができているというふうに捉えてもいいかもしれません。あと大切なポイントとしては構文ですね。緑色の文だちゅーですね。だ何々ちゅーでもう何々しましたかっていう文を表すことができるんでしたよね。この2点を押さえるのに、いい例文だと思います。で、こちらの例文なんですけども、英語で言うとこんな形ですね。 Are you ready? ってよく使いますよね。日本語でも Are you ready? ね、もう ready っていうかね、準備できてますかっていうことですよね。それではこの発音練習しましょう。 Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn đã sẵn sàng chưa?Bạn đã sẵn sàng chưa? ね、とっても便利、とっても使いやすい表現だと思いますので、ぜひぜひこのまんま覚えて使ってみてください。でですね、せっかく構文が出てきたので構文をちょっと確認しておきましょう。今回出てきた構文だ何々ちゅーで、意味はもう何々しましたかっていう表現ですね。この表現自体もベトナム語を、学び始めたら一番最初ぐらいに、学ぶ表現だと思います。どういった、例文で覚えたか皆さん覚えていますか？多分皆さんこの例文で一番最初に覚えたんではないでしょうか。もう朝ごはんを食べましたかとか、もうご飯を食べましたかっていう表現ですね。もう何々しましたか。で、今回の例文では近所のお兄さんとばったり出会って、近所のお兄さんに聞いてみましょう。ベトナム語ではどうなるでしょうか。こうなりますね。アインダアンサンチュですね。アンサンっていうのは、朝を食べるっていうことになるんですけども、まあ朝食べたって日本語でも言いますよね。同じですね。ご飯という言葉は省略されてるんですね。省略しても全然通じます。それではですね、発音練習しましょうか。 Anh đã ăn sáng chưa? Anh đã ăn sáng chưa? Anh đã ăn sáng chưa? ですね。これに、この質問に答えるとしたらどうなりますか？まだ食べてなければ、チューでしたね。食べてたら、ゾイでいいですね。もう食べました。ということで、ゾイですね。それではもう一つぐらい例文見ておきましょうか。もう歯磨きしたって確認ですね。自分のお子さんに聞くときですね。どういうふうに言えばいいでしょうか。
こうなりますね。主語はお子さんになりますね。こんで、歯を磨くはだんざんっていう表現があります。なので、お母さんかお父さんか分かりませんけど、子供に子供よ歯磨いたかっていうような、イメージですね。こんだだんざんちゅですね。それで発音練習しておきましょう。ちょっと待ってください。Con đã đánh răng chưa? À, ごめんなさいね。なんかちょっとおかしくなってます。Con đã đánh răng chưa? Con đã đánh răng chưa? ちょっとうまいこと言ってないです。もう一回だけ流しておきますね。Con đã đánh răng chưa?発音練習 OK でしたでしょうか。それでは次の例文です。あなたのことを信じてますよっていうね、素晴らしい表現ですね。まあ日本語は何々のことをって入れるのが多いんですけども、ちょっと婉曲的な表現するんですけど、まあ端的に言うとあなたを信じてますよっていうことですね。ベトナム語ではこう言えます。トイティンベンですね。信じる、信頼するっていうのはティンっていう動詞があります。もうそれをただ単に、あなたに対して言ってるだけですね。あなたがここでバンなので、例えば恋人間で女性が男性に対してあなたを信じてますよって言いたい場合は Em tin anh って言えばいいでしょうし、お母さんはあなたを信じますよ、信じてますよって言いたい場合はメティンコンと言えますよね。このように、あ、ちょっと待ってくださいね、このように、主語とか目的語をちょっと変えないといけないですけど、基本形はトイティンベンになりますので、これで練習しておきましょう。トイティンベン、Tôi tin bạn. Tôi tin bạn. ですね。Tôi tin bạn ですね。で、じゃあ信じられないって言いたいときですね。信じられないよ。まあここの例文では目的語がないですよね。何を信じられないのかは書いてないですけど、まあこのまんまベトナム語も目的語なしの訳になってます。とりあえず見ておきましょう。Tôi không thể tin được ですね。không thể 何々 được は được で何々できないっていう表、あの意味になります。なので、例えばあなたを信じられないのであれば、Tôi không thể tin bạn được と tin の後に bạn って入れればいいですし、相手が分かっているんであればそこにティンアインとかティンエムとか入れることもできますよね。今回の発音練習は目的語なしのただ単に信じられないよっていう、文章で練習しておきましょう。発音練習です。 Tôi không thể tin được. Tôi không thể tin được. Tôi không thể tin được. OK でしょうか。それでは次の例文です。本当にそうなの、ね、ベトナム語で何て言いましょうか。こうなるんですね。カータテホンですね。そうなの、疑問文はカーホンで表せますよね。本当にっていうのはタで表せます。そうというのはテですね。なのでカータテで本で本当にそうなのっていう意味になりますね。でここにてっていうのがあるということはですよ、てっていうのはどこの人がよく使う表現でしたっけ。そうですね、ハノイを中心とする北部の方はてをよく使います。じゃあ南部のホーチミンの皆さんはどんな言葉を使うんでしたっけ。そうですね、バイを使うんですね。なのでカータワイホンでも大丈夫ですね。それでは発音練習しましょう。Có thật thế không? Có thật vậy không?
Có thật thế không? Có thật vậy không? Có thật thế không? Có thật vậy không? OK でしょうか。それでは次の例文です。またまたご冗談をとか、冗談がお上手みたいな言い方ですね。ベトナム語では何て言うんでしょうかね。こうですね。バンタビエドアですね。たっていうのはさっきから出てきてますよね。本当にとか実にって意味ですね。で、ビエットっていうのはお分かりになりますか？知っている、分かっているっていう意味ですよね。で、ドゥアっていうのは冗談、からかうとか冗談を言うっていう意味ですね。こうですね。なので直訳するとからかうことを本当に知っているみたいな感じになるんですが、実はですね、ビエットはビエットプラス動詞で何々の仕方が分かっている、何々の仕方を知っているっていう意味になるんですね。なのでここでは、からかい方を知っている、冗談の言い方を知っているっていうことで、冗談が言える、冗談が上手である、そういうニュアンスが出てくるんですね。ですね、これで、あ、ごめんなさいね、これで、一旦発音練習で、発音練習した後でこのビエットについてもう少し見ていくことにします。まずは発音練習です。Bạn thật biết đùaBạn thật biết đùa. Bạn thật biết đùa. Bạn thật biết đùa. Để mata mata go jōdan. Jōdan ga o jōzu desu ne. Mi tai na imi ni narimasu. Sore dewa bietto plus doushi nitsuite chotto fukaku mite iku koto ni shimashou.ビエットプラス動詞で何々のやり方が分かっている、何々の仕方が分かっているっていう意味になります。そこから転じて何々ができるって意味になるんですね。それではちょっといくつか、例文を見てみましょう。彼は踊り方を知っていますというベトナム語の表現で、彼は踊れるんですよ、踊り方を知ってるんですよって意味になるんですね。ベトナム語はこうなります。アンエイビェニャイですね。ニャイが踊るですね。ダンスの意味ですね。彼はダンスできるんです。踊れるんです。ということですね。発音練習です。アンエイビェニャイ。アンエイビェニャイ。アンエイビェニャイ。OK ですかね。それではもう一つ例文見ておきましょう。私は自転車の乗り方を知っていますというベトナム語は、まあ簡単に言うと、ごめんなさい、これは書き方が間違ってますね。私はの意味です。私は自転車に乗れますという意味と同じになります。ちょっとね、ここ読み替えてください。主語は私はです。ちょっと待ってくださいね。ベトナム語はこうですね。トイビエディーセーダップですね。ディーセーダップが自転車に乗るという動詞です。で、自転車に乗る、乗り方を知っているということで、私は自転車に乗れますという意味になるんですね。それでは発音練習です。トイビエディーセーダップ。トイビエディーセーダップ。トイビエディーセーダップ。お分かりになりましたでしょうか。すいませんね、ちょっと訳が間違ってまして、彼はではなくて私は自転車に乗れますという訳です。ビエットプラス動詞分かりましたでしょうか。訳すときには何々できる、何々できますっていうふうに訳せばいいんですけど、その背後にある意味は何々のやり方が分かっているという意味が隠れていると思ってください。それでは次の例文です。心配しないで、ね、これちょっと以前にもやったような気がするんですが、とても重要な表現ですので、もう一回確認しておきましょう。ルン、ローランですね。ローランが心配する、
で、ルンがつくんで心配しないで、英語の don't に近いですね。心配しないでって訳になってますけど、安心してっていうような、状況でも使うので、たまに安心してっていう訳がついてる場合もあります。それでは発音練習です。 Đừng lo lắng. Đừng lo lắng. Đừng lo lắng. で、Đừng が出てきたので、ちょっと禁止表現をいくつか確認しておくことにしましょう。もう泣くなよ、言えますか？ベトナム語でもう泣くなよ、もう泣かないでですね。こうなんですね。ルン、ハ、ヌアですね。かんね、たった3語なんですけど、まあ、これ確実に今日覚えてください。もう泣くな、もうこれ以上泣くなっていう意味はヌアっていう単語で表すことができます。で、泣くはハですね。ルン、ハ、ヌアで、もう泣くなよ、もう泣かないでっていう意味なんですね。発音練習です。ルン、ハ、ヌア。Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. OK でしょうか。それではもう一つぐらい、禁止命令文言っておきましょうか。私のことはお構いなくね。あ、どうぞお構いなくなんて言い方しますよね。ちょっとこれはですね、意訳になってます、まあ、とりあえずベトナム語確認しておきましょうか。こうなるんですね。ルンブンタンヴェトイですね。これはですね、ブンタン、まず、確認してきます。ブンっていうのは、皆さん使ったことあるんじゃないですか。忙しいとか忙しくするって意味ですね。タンっていうのは、これは漢字で書くと心って意味です。心とか気持ちって意味ですね。だから心忙しくする、ね、気持ちを忙しくするっていう直訳的な意味なんですけど、これで気にかけるみたいな意味合いになるんですね。で、で、これは何々について、で、遠い、私だ、私について、私のことについて気にかけないでくださいね、お気を使わないでくださいっていうような意味合いになるんですね。直訳すると、私のことは気にしないでくださいです。ただ、状況によっては、どうぞお構いなくというような、シチュエーションでも使いますので、こういった訳が、使われることもあります。どちらの日本語にも訳せるようにしておけばいいかなと思います。発音練習です。 Đừng bận tâm về tôi. Đừng bận tâm về tôi. Đừng bận tâm về tôi. OK でしょうか。それでは次の例文です。わかりました、了解ですね。これはしょっちゅう使えそうですよね。トイ、ヒアウゾイですね。ヒアウは、これは理解する、わかるっていう意味ですね。トイ、ヒアウゾイ、ゾイってわかりますか。ゾイには大きく2つの役割があります。動詞の完了を意味する、動詞が、その動詞が終わったっていう完了を意味する意味合いと、もう一つは変化ですね。A という状態から B という状態に変化した、ないという状態からあるという状態に変化した、その変化を表すのもこのゾイになるんですね。ここでは理解するっていう動詞があって、理解するっていうものが完了したとも捉えられますし、理解してない状態から理解したという状態に変わったというように理解することもできますよね。まあ完了なのか、変化なのか、線引きするのは難しい時もありますが、まあ意味合いとしては完了および変化を表す、ことが、表すことができるのがゾイだと思ってください。で、了解ですと言いたい時には、まあ、基本的には必ずトイヒョウゾイとゾイと一緒に使うようにしてください。それでは発音練習です。トイヒョウゾイ、トイヒョウゾイ、トイヒョウゾイ。さあ、次の例文です。
思い出したよ、思い出しましたですね。これもなんか状況が変化したようなイメージがありますよね。多分ゾイが使われていると思いますですね。さあ、にょーにょーっていうのは思うっていう動詞ですけども、それにザーザーっていうのは出す出るっていう意味ですね。なのでにょーザーで思い出すっていう意味になります。でゾイ、思い出すという動作が完了したとも捉えられますし、思い出してない状態から思い出した状態に変わったという状態の変化とも捉えることができるとは思いますが、ゾイには、何々したっていう意味が出てくるということを理解してください。それでは発音練習です。Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra rồi. OK でしょうか。この辺もね、突然、あ、思い出したって言いたいとき、なかなか口をついて出ないと思いますので、意識的に覚えるようにしてみてください。Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra rồi. いいですね。それでは次の例文です。気をつけてね。注意してね。ですね。気をつけて注意する。言えますか？はい。簡単にですね。まず、簡単っていうのが気をつける、注意するっていう意味です。で、まあ、ここ、以前にも触れてはいるんですが、ここでは、はいっていう言葉が来てますね。はいには、まあ、大きく3つの意味がありますね。何々しなさいっていう指示の意味合いもあれば、何々してくださいっていう丁寧な依頼の意味もあるし、何々しましょうという、勧誘の意味もあるんですね。で、文脈ね、文の前後からとかちょっとした言い方で、その辺ベトナムの人は同じ、はいでも使い分け聞き分けができてるんだとは思うんですけども、文字だけで見てしまうとですね、どれにも取れることが結構あります。なのでその辺はもうざっくり3つの意味合いがあるんだぐらいに思っておいていいと思います。で、もう少し、その辺詳しく分けたければ、例えばはい、はいの前に、しん、ね、丁寧な言葉にする、しんって言葉ありますよね。しん、はい。っていうふうに言えば、丁寧な依頼の意味合いが強くなるでしょうし、はいの前に、チュンターですね、私たちっていう言葉をつければ、一緒に何々しましょうみたいなニュアンスが強くなるとは思います。ですが、このはいには、このように基本的には3つの意味合いが含まれていることを念頭に置いておいてください。で、この文章では、はいとあとにえっていう文末がありますね。にえっていう文末はちょっと和らげる感じがありますから、まあ、気をつけてね、注意してねってニュアンスがちょっと出てると思います。で、似たような意味では、はい、簡単にりっていう語尾で終わる言い方もありますね。これはどちらかというとちょっと指示に近いかもしれないですね。まあちょっとしたニュアンスの違いがあるんですけど、そのあたりいろいろな例文を見ていって、自分なりに習得していってみてください。それでは発音練習いきましょう。はい、cẩn thận nhé。はい、cẩn thận nhé。はい、cẩn thận nhé。はい、それでは次の例文です。一緒にシェアしましょう、ね、何々しましょうってきましたね。クンニャオチェアセリですね。一緒に何々するはクンニャオリとかクンニャオニェで言えます。で、チェアセ、これが、シェアをする、分かち合うという意味ですね。で、さっき出てきましたけど、こういう言い方もできるんですね。はい、クンニャオチェアセニェですね。
はいをつけて、あと文末をにえに変えることで、こちらの方がどちらかというと少し柔らかい響きがあるかもしれないですね。はい、くんにゃおちゃせにえですね、両方とも使えるようにしてください。発音練習は上の例文でやっていきます。くんにゃおちゃせに、あ、ちょっと待ってください。画面がですね、コロコロ変わって申し訳ないです。共要切せり、共要切せり、共要切せり。はい、それでは次の例文です。そんなこと忘れなよね、忘れなさいよですね。はい、when no d ですね。ここは、指示ですね。指示を与える感じで、はい、D で何々しなさいよっていう感じです。When は忘れるっていう動詞ですね。そんなこととかそれっていうのが No ですね。はい、When No D ね、それ忘れなさいよ。そんなこと忘れなさいよですね。発音練習です。はい、When No D。Hãy quên nó đi. Hãy quên nó đi. OK でしょうか。それでは次です。あれ？どこに行った？ですね。あれっていうのは、まあ、何かのものを指している感じですね。あれさ、どこに行った？あれどこに行った？っていうニュアンスですね。ベトナム語ではどういうのでしょうか。な、どうぞいですね。どこに行った？まあ、これやっぱりなんか変化があったようなイメージだと思うんですけど、だから造意が使われてるんですが、動詞も何もないですよね。まあでもこれは、もう表現として覚えてください。どこに行ったというのは do 造意ですね。そこに主語 のっていうのは基本的にはそれっていう意味なんですけど、ベトナム語のそれっていうのはあれもちょっと含んでるような感じですね。なので状況によってはあれと訳される場合もありますね。No, do, zo ですね。あれどこ行ったっけみたいな感じです。発音練習しましょう。 No, do, zo. No, do, zo. No, do, zoOK でしょうか。それでは次の例文です。はい、どうぞですね。物を渡すときですね、こう言うんですね。クーバン、レイですね。クーバンっていうのは直訳するとあなたのって感じで、ちょっとしりきりとんぼみたいな表現になっちゃいますけど、日本語も一緒ですよね。これあなたのものですとは言わないですね。あなたのこれとか、あなたのは、こことか、あなたのでも止めちゃいますよね。ベトナム語も一緒なんですね。クーバで、文末のレイっていうのはこれとかここっていう意味合いがあるんで、あなたのこれよ、あなたのここよっていうニュアンスが出てくるんだと思います。はい、どうぞね。クーバレイですけど、もちろんこのバンっていうあなたっていう部分ですが、ここは、相手に応じて適切に変えた方がいいですね。なので、クアアンレイであったり、クアチレイであったり、クアアンレイっていうふうに、相手に応じて変えてください。ここではバンで練習をします。クバンレイ。クバンレイ。của bạn đây. OK でしょうか。それでは次の例文です。お腹ペコペコです。もう腹減ったよっていう感じですね。tôi đói bụng rồi ですね。文末の rồi はあってもなくてもいいんですが、あった方がいいですよね。な変化を表すので、腹減った状態になったっていう、なった
はーっていう変化が現れるんですよね。で、お腹が空いた空腹であるは、ドイブンで表せます。それでは発音練習です。Tôi đói bụng rồi. Tôi đói bụng rồi. Tôi đói bụng rồi. OK でしょうか。ね、お腹が空いたんであれば、もちろんついでこれも覚えておきたいですよね。喉カラカラですね。こうなります。Tôi há nọc rồi ですね。こちらも一緒ですね。ゾイあってもなくてもいいです。トイハノックでもいいんですけど、まあできればやっぱりゾイがあった方が変化を表せるので、ゾイ付きの方がいいとは思います。ただですね、ちょっと発音練習の方はゾイなしの方を収録してありますので、ゾイなしで練習しておきましょう。トイハッヌク。トイハッヌク。Tôi khát nước. OK でしょうか。それでは次の例文です。どうしてダメなの？なぜダメなのですか？ですね。なんて言いますか？ベトナム語で言えるでしょうか。Tại sao hôm ですね。Tại sao っていうのがどうしてですね。Hôm がダメなのかっていうことで、英語の Why not?ともう ほぼ同じですね。Why not? 大佐、本ですね。こういった表現もすっと言えるようになるといいかなと思います。発音練習です。大佐、本。大佐、本。大佐、本。さあ、次の例文です。確かですか？本当ですか？ですね。ベン、チャッチューですね。チャッっていうのは、まあ、あなたは確かなんですかっていうことと、チューっていう文末の疑問を表す文末の言葉ですけども、もちろん当然そうだとは思うけどっていうニュアンスがあります。あなたが言ってることあなた自身は確かだと思うけど、でもやはりちょっと質問しますけど確かですかみたいなニュアンスが若干この中っていう文末の、疑問の言葉に入ってきます。でこちらの方も英語で言うところの Are you sure? ね、それって確かなの？本当なの？っていうようなニュアンスですね。これとほぼ同じようなイメージですね。それでは発音練習です。Bạn chắc chứ? Bạn chắc chứ? Bạn chắc chứ? さあ、次の例文です。どう思いますか？ね、これなんかもなんかしょっちゅう使えそうな例文ですよね。バン、ギー、サオですね。ギーっていうのが思う。サオがいかに、どうですね。もうそのまんまですね。バン、ギー、サオ、どう思いますか？発音練習です。バン、ギー、サオ。バン、ギー、サオ。バン、ギー、サオ。OK でしょうか。それでは次の例文です。私もそう思います。ね、これもしょっちゅう使えそうですね。自分のものにしましょう。トイくん、ギーバイですね。私ものもはくんで表せますね。で、ギーは思う。バイ、バイはそうでしたね。バイと出てきたらもう一つ思い出すのが、てでしたね。バイは南部の人が使いがち。だと北部の人が使いがちでしたね。すみません、喋れてませんけど。それでは発音練習しておきましょう。今回はボイのみの練習になります。Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng nghĩ vậy. ですね。いかがでしたでしょうか。さあ、最後でしたね。
約20問プラスアルファ、まあ多分、25、6問やったと思いますけど、どれも短い表現で、どれも日常ですぐに使えそうな表現だと思います。何度も練習してみてください。本番組を何度も見て文法事項を自分のものにするのも良いですし、この今画面に映っている003ベトナム語短文ペラペラ特訓であれば、発音練習のみできますので、そちらで発音練習とかリスニング練習をされるのもいいかなと思います。久々の初級者のための文法講座でしたけど、いかがでしたでしょうか。なかなかね、この番組作るのエネルギーがいるんで、ちょっと間が空いてしまいましたけど、どうでしょう、皆様からの、評価が高ければ今後も続けていきたいと思っています。ご意見、ご質問、ご感想などコメント欄によろしくお願いいたします。また、いいね、チャンネル登録されてない方、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ですね、なかなか大変ですけど、ゆっくり着実にベトナム語マスターしていきましょう。で、ね、できれば聞き取れるように、喋れるようにお互いになっていきましょう。皆様の今後の活躍を心より期待しております。あなたのベトナム語独学サポータートニー・ランディがお送りしました。それではまた次回の番組でお会いいたしましょう。シンチャオカッパンヘンキャッライ。じゃあまたねー。